ナイトワンダラーの発売日になったけど、ステラミラクルのカードとかもすごい強いの発表されたし、今回はパック開けずにシングル買いでいいか、とか考えてる皆さん、こんにちは、トリッピーです。ダメです。今すぐにナイトワンダラー買いましょう。ポケモンカード公式さんがパックを買える世の中にしてくれたんなら、その期待に応えないといけないだろうということで、今回は、じゃん、いつもより多めに、ナイトワンダーバラパック100パック開封やっていきたいと思います。とりあえず、今回はバラパックで集めたんで、SR ね、10枚出します。早速開封やっていきましょう。はい、それじゃあ開封の準備できましたんで、順番に見ていきたいと思います。あとね、正確に数えたら、118パックありましたわ。全然100パック超えだった。でもって、バラパックとか言ってるんだけど、まあ、コンビニとかで集めたのが多いんすよ。ただね、最近購入制限とかがもうほとんどないんで、なんか25パックとか20パックとかまとめて買ったところもあるんで、そんなにもしかしたら、偏りはないかもしれないですね。まあ、それでも夢はある。ということで見ていきましょう。できたらね、ポケモンのスペシャルアートレア。うわなんだそれ。いきなり来た。いやでもいいんじゃない？ケチキゲス EX の SR 仕様出てくれました。美しい。俺こいつがね、一番好きなんで、これは嬉しいっすね。まあ、こんな感じで、本当は、ケチキゲスのスペシャルアートレア。それを狙って開封やっていきたいっすね。まあ、あとはイーネイルとか、もうそこら辺のスペシャルアートレアポケモン4種類を全部コンプリートしたいみたいな、そういう思いがあるんで、それを狙ってやっていくの。キングドラ嬉しいよ。あんまり出てなかったやつ。それを狙ってやっていくのと、まあ、アートレアもね、今6種類手に入ってるんで、持ってないやつが、残り6種類か。それを全部出すことを目標にやりましょう。まあ、こんだけパック数があったら、いけるんじゃないですか。はい。団結の翼のフクスローさんも、当たってきてくれました。デルビル、ゴルバット。はい。あ、モモアロー EX。ありがとうございます。まあ、モモアロー、イライラバーストも強いんすけど、サポート系の効果になるんで、実はそっちはあんまり枚数入れないんだよね。ああ、オノンド被ってしまった。アートレア、このオノンドは、2枚目かな、2枚目のゲットになります。ヘルガ EV スリーパーに、カシオペアが来てくれて、もうマジでさ、今回のもそうだけど、ポケモンカードガチでか、これよ、欲しかったの。マシマシラ EX ありがとう。ガチで買えるようになってるから、多分ね、今とかですら家の近所のコンビニとかに行ったらあるんじゃないですか。俺が近所に住んでいたら買えなくなる可能性はある。なぜならば、俺の家の近くのコンビニのポケモンカードはほとんど買ってしまったから。いや、それでも買えるかな。それでも買えます。はい。ということで、多分あると思いますんで、皆さんもぜひね、寄って見つけたら買いましょう。あ、ヨマワール、あ、これも持ってるわ。ちょっとアートレアが被りまくってますね、これ。ヨマワールも前のボックス紙引きしたやつで当たりましたね。はい。鎖持ちからのニンフィアさん。ただ大量にあるんで、2ボックス目からいきなりこんなに開封できる世の中になったのは、俺的にめちゃくちゃに嬉しいから。どんどん、まだいける、まだ買えるっていう感じ。ヘルガサマヨールにカシオペア鉄の毒が、何よりもね、今までポケモンカードを購入するために、いろいろ予約戦争とか、いろんなところに店に行ったりして、結構大変だったんですよ、正直。それがなくなったのも、だいぶ助かる。はい、イベルタルが来て、よいしょ！トリミアンからの、まあ、このね、あ、キングドラがいきなり2枚。まあ、バラパックだからこういうこともあるでしょう。さあ、そしてネイコグマ、シードラ、鎖持ちからのカラマネロさんと。でもってね、このパック開封の習慣が終わったら、そっから対戦動画が始まりますんで。で、来月も冒頭では言ったけど、まあ、ぶっちゃけ言ったらナイトワンダーラーよりも強そうで面白そうだね。テラバゴスが、診断で来ますんで、次来月。まあ、そっちを楽しみにしてる人が多いのは、まあ、なんとなくわかる。そんなん出されたら、ライトワンダラーが見劣りしちゃうよって気持ちはわかるけど、まあ、これはこれでね、すごい楽しそうなんですよ。はい、ニャース、ヨマール、ゴルバットに、おい、出た、キテルグマ、やばい！これ前当たってたやつなんだけど、今んところ、出た3枚、全部持ってるんだけど、まあ、一応3枚ずつコレクションファイルに入れてるからいいんだけれども、せっかくだったら、新しいアートレアが欲しいところだよ。はい、ピントを合わせていく。ヨノワール。ヨノワールとかはさ、すごい面白い効果してるんですけれども、なんか噂によればエクストラだったらやべえ動きするみたいな。そんな感じのことは風の噂で聞きましたね。エクストラレギュレーションとかは全然やってないんですけど、あ、いいですね。デンジャラス光線当たってくれました。エーススペックわけです。なんかエクストラレギュレーションさ、ぶっちゃけ全然やってないんですけど、今まで。一回もやったことないかな。なんだけど、正直ポケモンカード歴も長くなってきたんで、ありなんだよね。もう昔のカードとかもある程度わかるようになってきたから、ちょっと昔で懐かしいカードとか使いたいなとか思った時にエクストラレギュレーションだったら使えるんで、いいですね。噂によれば、まあ、三振が強かったり、まあ、レジドラゴが強かったり、なんかそんな感じで結構楽しそうだなと思うことはあるんで、もしかしたらそろそろ始めてしまうかもしれないです。
ただ沼深いだろうな、エクストラレギュレーション。電動レギュレーションはね、それよりもさらに広いレギュレーションは何故か知らないけど、2本ぐらい、2、3本動画上げたことあるんだけど。あれはあれで、マジで、やってること遊戯王だったからな。対話はしてなかったからな。なんかポケモンカード25年ぐらい歴史はあるんで、昔を遡ってるのいいっすね。あ、いいね、犬 EX、ありがとう。マシマシラだけがちょっと EX 当たってないかな。そこが少ない。しかもそれはなんか、どちらかと言ったら4枚欲しかったりするんで、マシマシラが出てくれたら嬉しいが、で、待って、結構開封したけどさ、今のところ SR 来てないぞ、よく考えたら。118パックも開けたらね、まあ、SR 確率的には3枚4枚出ていいはずだから。で、上振れたら4枚。もっと上振れたら5、6枚は出るはずなんでね、冒頭では10枚出すとか言ってたし。さすがにもうそろそろ来てほしい気持ちあるが、なんか結構少なくなってきてるよ。はい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 。まあ、少なくなってきてるって言いながら、まだまだあるんですけど。さあ、引き続き、見ていきたいと思います。フクスロー、いいですね。ヨノワールさんのアートレア、出てくれました。なんかトリミアンが一番最初に来ること多くないっすか？やばい！ SR が少ないぞみんなこのままだとまずい !SR 早めに来てくれ絡まれろ、マニューラさんに、SR 枠でね、ちゃんと、おー、いいね！ブロロローム EX ですが、SR 枠出てくれました。アクセルラッシュとか、スピードウィングとか、雷タイプで収録されてるんでね。全然悪くはないでしょう、これ。出ないより全然マシ、バラパックだったら。バラパックだったら出ないより全然マシで、この調子でね、どんどんやっていきましょう。ニューラ、アブソル、はい。どういうこと？キチキギス EX! 2枚目なんだけど、そんなことある？それは、でも急に良くない？なんか出なかったってあったんだけど、突然なんか3枚出ればいいかって言ったら3枚出たんだけど。これで残りこんだけあったらまだ出るでしょ。これは上振れ期待できますよ。内容は置いといて。やっぱ内容は前回が強すぎた、本当に。スペシャルアートレアに、ウルトラレアに、あんなパラダイスなかなか、お、キングドラがすごい！キングドラが大量に出ました。前回のマスでもうこれでデッキは作れそうです。あ、初めてポケバイタル A！ 自分のポケモン1匹の HP は150回復する。このカードはトラッシュによる限り手札に加えられず山札に戻せない。まあ、そんな、まあどうなんだろうね。150回復めっちゃ強いんだけど、まあそれだったらまあ正直ヒーローマントとかでいいんじゃないとかね。いろいろ考えたりするわけなんですけれども。まあまあでも強いか。いや、強くないか。あんまり強さがわからん。トラッシュから回収できたら、なんかそれなりに使い勝手ありそうだったけど、多分悪さするって思ったから、こういう効果最近入れてるんだろうな。トラッシュに落ちたら、使い回しはできないぜ、みたいな。はい。さあ、ジュナイパー、アクラマナ執念が来て、エーススペックももう2枚出てくれました。モクロ、ブロロン、ペルシアン、大王道にキュレムさん。さあ、EV 複数ロ、おお、美しい！クレセリアのアートレアが来たよ。自分のポケモン全員の HP はそれぞれ20回復と、望むなら裏になってる自分のサイド1枚選び表にする。その場合80ダメージ追加。対戦が終わるまでそのサイドは表のまま。おお、サイドが見れる、なんかちょっと面白い効果をしてますね。まあ、見たところでなんか、まあ、どっからポケモンカードってサイド取ってもいいんすよ。だから表になって必要だったら、まあ、早めに取るとか、一番最後に取るとか、決めれるんで、まあ、そういう意味では、いやでもまあそんなに強くはないかな強くはないけど面白い効果してることはしている。グレッグルにニャス、フクスロー、あ、サマヨール、これは、あ、ヨノワールが出ただけだったからこれ1枚目か。いいですね。サマヨール、ヨノワール、ヨマワールみたいな、そのラインが出てくれました。本当はフクスローが良かったんだけどね。フクスローのアトレアが来てくれたら俺は何も文句はなかったんだけど。掃除、あ、いいですね。マシマシラ EX。ゲノセグドとかさ、採用されるのかな？エースペックメタって実はめちゃくちゃ強いけどね。同じカードが2枚続きます。はい、ブロロン、ペルシャン。ちょっとピンタ合わなくなったから、ここら辺のカード一回外に出すか。はい、綺麗さっぱり画面から消しました。残りこれだけっすね。左上に見えてるだけのパックしかもう残りないんで。で、ピントも合いやすくなったね。はい、ゾロワーク絡まれろ。どんどん残りの後半戦もやっていきましょう。あと SR 俺は2枚出す予定です。2枚ぐらいだったら出るんじゃないでしょうか。ニューラー、サマヨル。で、せっかくだったらね、あ、キチギース EX ありがとう。せっかくだったら持ってないね。スペシャルアートレアとか、残りのウルトラレア、いや、大地の器は2枚目でもいいけど、ウルトラレアとか、そういうの出したいね。2枚目でも嬉しいんで、金ピカに光っていたらもうその時点で勝ち確定みたいな。そんな感じでいきましょうか。ドクロック、マイカ、シードラに、あ、クレセリア3枚目。ここに来てクレセリアが、この動画だけで3枚アートで集まりました。ヌイコグマ、アブソル。はい。チオハウハネにゲノセクト。
まあいいんじゃない、初めて見るカードなんで全然大丈夫です。ズバッと、大地のウツアのウルトラレアが、マジで言ってんの？前回当たった大地の器に続き、まさかす、やばい！どうなってるんだ？これでもね、正直ね、金ピカデッキ作るなら、本当にね、何枚でも必要なんで、これはありがたいですね。こんなに汎用的なカードのウルトラレアが当たるなんて、だいぶいいぞ。これはもう当たり BGM 流しまくってるでしょう。そして、このままの勢いでもう一枚出します。バラパックなんでそれができるんですよ。出る可能性全然ありますから。ヨマワルさん、ゴルバット。ペルシャ、うわ、出た！待って、なんか、めっちゃオシャレなんだけど。とてもいい、これ、色合い的に。いいですね。しかも俺の欲しかったからなんで、これはありです。SR5 枚目なんだけど。これもう普通に勝ってるよ。だって5ボックス分。5ボックス分 SR が出てるってことだから。普通に150パック開封したら、出てくる枚数分の SR がもうすでにね、出てくる。あ、え？初ゲット！鏡に映るペルシアーンです。いいですね。夜の街見てるわ、これ。これはマジ成功者の家の猫ですよ。成功者の家の猫当たりました。ありがとうございます。これあと1枚 SR 出てみ？だってまだこんなにあるからね。そしたらこれ大上振れですよ。これは大上振れ来てるかもしんない。一応なんか10パックずつ買ったお店が、どれぐらいだ？2店、2、3店舗あったはずだから、そこで全部 SR を抜いていたら本当にす、やばい！マジでやばい！めっちゃ運いいじゃん！悪の魔の執念 !SR! 来てくれました。かっこいいこれ！これはかっこいい。まあ、スタジアムとエネルギーを1枚ずつね、サーチできるんですけれども、まあ、これに関してはエネルギーサーチとかはなかなかあんまりないんでね、特殊エネルギーのサーチとかは。絶対に必要なエネルギーとかが入ってるデッキとかだ。もしかしたら採用される可能性がある。カードが出てくれましたが、だいぶいいぞ。SR すごい。いや、これ、まだ出る気がする。皆さん、まだ出ます、僕。出します。シードロ、マイカ、マニューラに、さあ、で、アートレアとかもね、できるだけ、もうバラパックなんで、できるだけ枚数多く出てくれれば、それだけで嬉しいが、はい、グレッグル、サマヨール、バチュル、ジュナイパー、カラマネロ、よいしょ、ニャースに、読まる。えい、モマロー EX が来て、ペルシャン猫、ポノンド、あ、サマヨール、また、これかぶりですね。ただ結構いい感じに、あ、A スペックだ。これは、いや、ニュートラルセンターとか、そこら辺持ちとしてかな。あ、ポケバイタル、A でございましたが、まあいいでしょう。もう A スペックは全部持ってるんで、何が出てくれてもよかった。サマヨール、はい。まあでもどうだろうな。ニュートラルセンターが一番汎用的にはありそうで、俺のデッキだったら使いそうだから。それ複数枚欲しかったかな。アブソルズ、ドウドウ、ダイオードに、クロバット。さあ、もう残り少なくなってきました。この調子で見ていきます。はい！え、それ来い！いや、あと1枚。あれならいける。だいぶ上振れを狙ってるけど、バラパックならいけるんだ。来てるグマ。いや、ポケカ回復楽しい。おい、ブロロローム、EX も来て、はい、ニャース、クスよ、団結の翼に、あ、来てるグマ、いいですよ。だいぶ圧があるクマ。で、イーブイ。なんか光ってたっぽいよ。ピント合ってないが。あ、またブロロローム。どんどん行きました。あと1枚。ポケモンのスペシャルアートレア来い。なんだったらもう1枚、大地の器来てくれ。またエスペック !4 枚目これ熱いでしょ。はい、ニュートラルセンターありがとうございます。ニュートラルセンター来ました。これでこの動画で全種類のエスペックが出たことになります。はい、まあいいか、シードラ。残り4パックぐらい？残り3パックしかないです。残り3パック、SR は来てくれるのか？アブソルゾドウ。はい、ゲノセクとアンズのヒギ。残り2パック。うわ、これ光ってなさそう。ラスト。アートレアとかでもいい。アートレアとかでもいいから、なんか出てくれ。かい！あー、まあまあ、でも全然、一回整理しましょう。さあ、ということで、今回の、ライトワンダラー100パックの開封結果、まあ、正確には118パックの開封結果なんですけれども、なんと、SR 枠は、まあ、3枚から4枚出ればいいかなって思っていたら、6枚も出てくれました。しかも、その中に、トップレアでもある、大地の器のウルトラレア、前回と同じなんだけど、前回も当たってるから、2枚目の大地の器、で、アクロマの執念とかね、で、まあ、俺が一番好きなキチキギス、スペシャルアートレアではなかったけど、SR が2枚出たりと、大満足の結果でございます。A スペックも、ま、全種類出たし、まあ、モモアロー EX がね、ダブルレアちょっと出すぎかなって感じはしたんだけど、まあ、一応全種類出てくれましたね。全部で6種類あるんで、EX 枠は。
全部出てくれたのと、アートレアはね、まあ持ってないカードとかももちろん出たんで、大満足の開封結果になりました。ということで、ここまで動画見てくださってありがとうございます。また、明日のトリピの動画も見てくれたら嬉しいです。じゃあ